法務大臣は日本の法務省の長を呼び主任の大臣たる国務大臣。略称は法省である。戦後法務大臣経験者で内閣総理大臣に就任した人物は皆務である。閣僚名簿では首相、副総理、総務大臣の次に並べられ、席次もそのようになる。中央省庁再編前は首相、副総理の字位であった。 閣内の重しとして、後藤田正春、鳩山国夫、江田月、谷垣定一など重鎮クラスの就任例もある。英米法や大陸法の諸国において、法務大臣は政府の法解釈助言者という位置づけであり、放送資格者が就任することが多いのに対し、日本では政府の法解釈答弁は内閣法制局長官が担当している。 ただし、2009年9月に発足した民主党政権で内閣法制局長官は政府特別補佐人から外れ、放送資格者である平岡秀夫法務大臣や枝野幸男経済産業大臣らが法令解釈担当閣僚として政府の法解釈答弁を担当していたが、基本的に日本の法務大臣は放送資格者が選ばれるケースが少なく、 大臣就任まで司法行政の経験が皆無な人物が多い。さらに、出身大学も法学部でない者も,も多い。検事総長に対する指揮権を掌握していることから、政治家への捜査に大きな影響力を及ぼし得る立場である。大日本帝国憲法下における前身は、司法大臣であり、裁判所の人事権まで掌握していたが、 敗戦後に連合国軍最高司令官総司令部の司令によって司法省は段階的に解体、廃止され代わりに法務庁が設置され、庁はアメリカ合衆国司法長官をモデルとする法務総裁となった。主権回復後、法務府から内閣法制局を分離して法務省が設置されたが法務省の長である法務大臣の位置づけは両者の設中である。 法律上は、審議会等。臨時代理は、大臣不在の場合のみ記載し、海外出張時等の一時不在代理は記載しない。兼任は、他の大臣が、同時に務めることを言い、臨時代理とは異なる。同一代数で複数の就任日の記載があるものについて、二度目以降に関しては、事例は出されていない。司法大臣、法務総裁、法務大臣には、 放送資格や放送経歴を有する者が任命されることがある。なお、下表に挙げた者以外にも、初期の司法大臣のうち、第3代の河野戸釜、第6.91代の清浦慶吾、第8代の大東義哲、第12代の旗の高史官も司法官としての経歴を有している。特に、大日本帝国憲法下では、 各大臣にはその省の官僚出身者が就任することも多く、司法省もその例外ではなく、反検事出身者が司法大臣に就任することが多かった。また、放送有資格者以外にも、第34代法務大臣の稲葉治は、法学博士であった。ありがとうございます。